安倍総理が所信表明演説、そして臨時国会がスタート。注目の論点をチェック。第192臨時国会が今日召集され、安倍総理が所信表明演説を行いました。この国会に求められていることは、目の前の課題から逃げることではありません。挑戦です。いかに困難な課題にもチャレンジし、建設的な議論を行って結果を出すことであります。一億総活躍、地方創生、農政新時代、そして地球儀を俯瞰する外交、安倍内閣は未来への挑戦を続けます。世界の真ん中で輝く日本の未来を皆さん共に切り開いていこうではありませんか。臨時国会の会期は11月30日までの予定で、補正予算や TPP、 天皇陛下の生前退位問題、憲法改正、地方創生、働き方改革など主要な争点について与野党の論戦が繰り広げられます。今夜はこの臨時国会の注目する論点をチェックしていきます。はい、ということで、今夜のゲストを紹介したいと思います。長年国会取材を続けるビデオニュース .com 主催ジャーナリストの神保哲夫さんです。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、というわけで臨時国会がスタートするということなんですけれども、ちょっと基本的なことから神保さん、整理をしていきたいと思うんですけれども、臨時国会というのは一体国会全体の中でどういった位置づけのものなんでしょうね。あ、そうかそうか。なんか国会っていろんなのあってちょっとわかりにくい通常国会があって、通常国会、通常国会と、まあ、3種類あるんですけどね。なぜかメディアではね、通常国会とか臨時国会って言うんだけど、まあ、本当は臨時会、常会、もう一つ特別国会、まあ、特別会、その3つが、まず3つしかないっていうことを覚えておいていただけるといいと思う。それで、そのうち、まあ、いわゆる常会、通常国会っていうのは、年に1回、通常は1月に召集されて、はい、まあ、基本的にその予算をメインでやる、年に1回必ずやるのが通常と。で、特別国会、特別会ね。特別会っていうのはまたこれ非常に特別で、はい、衆議院選挙など30日以内に開かれる。つまり、首相の首班指名をする国会が特別国会なんですよ。うん、はい、そうすると、それ以外は、まあ、憲法54条だっけなに基づいて、いつでも、ごめんなさい、臨時会は53条か。53条に基づいて、必要に応じて内閣が召集できるのが、いわゆる臨時会なので、その、選挙後にやる、総選挙後にやる特別会と年に1回やる通常、まあ、常会、通常国会ね、以外のものが、いつでも臨時国会だというふうに理解すれば大体大丈夫だと思います。はい。うん、そした通常国会の方ではですね、まあ、まあ、年間予算であるとか、はいはい、まあ、それをベースとしていろいろ重要な方策、政策なんかも議論されたりするわけですけれども、はいはい、うん、臨時国会のポイントっていうのはどういったことが議論されるところなんでしょう。通常国会っていうのが、まあ、普通1月からやって、まあ、まず予算を、まあ、年度内中に通さなきゃいけないということで、はい、まあ、3月中に目指して、まあ、通そうとするでしょ。で、その後に通常6月ぐらいまで、長い、まあ、長くても6月ぐらいまでやるんだけど、それはまあその時に大きな争点がある、安保法制とかね、何か大きな争点がある時はそこでやると。ただそれ以外のもので、やっぱり1年に1回しか重要な法案が審議できないっていうと、いろいろと差し支えるわけです。一番大きいのは補正予算、はい、だからもう4月から本予算は執行されてるんだけど、さらに追加で何か、まあ、経済にテコ入れをしたい、まあ、いわゆる景気対策のようなものがね、あるような時とか、それから、やはりその法案でも、例えばその安全保障上の問題で海外に何か不安な、状況が起きたりして、もう通常国会まで、待ってるような状況ではないという時に、臨時国会でそうしたその法案、PKO であるとかね、例えば、そういうものを、まあ、審議するとか、簡単に言えばだから通常国会が一番長くてメインの国会なんだけど、それは年に1回、まあ言い方としてちょっとあれだけど、年の前半やる国会だってことね、1月から6月で、はいはい、でもうそれしかないと後半何もやらなきゃいけないので、何かそういう、プラスでやんなきゃいけないものがあるときにやると。まあ、特に補正予算とか、景気対策、その予算措置を伴うような景気対策とかをやる場合に、臨時国会で、審議されることが多いですね。そうですね。臨時国会重要ですよね。通常国会でその審議が足りなくて、その不十分なその法案というものも、引き続き議論する場としても重要でもありますし。重要。それから、あと通常国会は、まあ、まず予算、
っていうものがもう大きなのがあるし、いろんなものがもう結構目白押しなんですよ、メニューがね、はい。それに対して臨時国会はかなりその目的をはっきりとさせたような、まあ招集の場合が多いので、重要な争点になるものが、はっきりとしてるっていうところがあると。その意味では、有権者から見ても、臨時国会の方が自分たちが関心を持ちやすい、ものではあるわけね。でも通常国会って予算だけすごく出るけど、同時にもうなんか、ものすごい数の法案を審議していて、大体まあ、どの委員会も週に、2回とか、その、委員会を開いてるんだけれども、どん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 いろんなものが通ってっちゃって、っていうんですよね、はい。で、まあ、結構大事なものが、あまり報道されないまま通ってる場合も多い。で、対して臨時国会の場合は、かなり、そういう意味では限定というか、はっきりとした、その法案を通そうとしているので、ウォッチしやすいっていうのもあるかもしれないですね。まあ、やっぱりその、通常国会だけで、その、終わってしまうと、やっぱり年の後半にも、例えば、閣僚に、何か資金上のね、政治資金の問題が出たりであるとか、外交的な問題でスピーディーに対応しなきゃいけないものであるとか、いろいろその論点も山積みだったりもしますし、この間もね、例えばそのシリアなどの国際情勢の変化、北朝鮮の問題であるとか、あるいは経済の問題、いろいろ目白押しだったりもするので、そうですね。今回は特に論点多いですね。そうですね。はい。で、今日は所信表明演説を受けて、いろいろちょっとどんなね、国会になりそうなのかということを議論していきたいと思うんですけど、通常国会ですと、施政方針演説というのを首相がやりますよね。そうですね。で、臨時国会ですと、所信表明演説というふうに名前が変わるんですけれども、これ役割も微妙にちょっと違うみたいですね。でも基本、まあ、一応定義上そこはなってるんだけど、はい、基本的にはもう、呼び方の問題だと思って僕はいいとは思っています。だから、はい、通常国会は、まあ、施政方針、1年間の、まあ、その年の1年の、施政方針ですよね、はい。を明らかにすると。で、所信っていうのは、だから、その国会でやることの所信を、こういうことをやろうと思うっていうことを表明しているという意味で、まあ、カバーしている、範囲が、まあ、違うっていうのはありますけど、まあ、呼び方が、あと、やっぱり通常国会特有のものとして、施政方針演説と、いうのは、それは年に1回しかない。で、逆に言うと、所信表明っていうのは、まあ何度あっても、あり得るわけですよね。何度もあり得るっていうことですよね。だから今回の国会についてはこういった立場で自分は議論に臨みますということを総理自らの言葉で言うのが所信表明演説で、施政方針演説はよりまあ内閣のスタンスというか。もちろんそうです。そうですね。はい。その通りですね。まあ、総理の方針と内閣の方針っていうのが必ずしも違うものではないんだけど、まあ大体一緒ですけどね。定義としてはそういうことになりますね。はい。その通りです。はい。さて、そうやって行われた、所信表明演説なんですけれども、はい、今回はですね、冒頭から何か気合入っていましてですね、世界一への執念っていう言葉から始まって、そうだね、まあリオでこうメダルラッシュが相次いだことを引き合いに出して、次の東京パラリンピック、オリンピックでは必ず世界一の大会にするんだっていうことを言って、その後もう何かこう世界一っていうことにこれからも日本はこだわっていく必要があるんだっていうふうに言ってると。じゃあ何で世界一なのかというと、まあ世界一暮らしやすい国、そして世界一信頼される国を目指すというふうにまあ言っていい。いたりするわけですね。まあ、そういうなんかこう強い言葉で、こう聴衆の耳をこう引っ張りながらその中身をこう論じていくっていう、まあいつものその演説スタイルは安倍さん今回もその所信表明演説で、まあ続けていたわけですけれども、まあそうした仕方で議論といいますか、スピーチを続けていく中でですね、ちょっと場がざわついたというか、場が盛り上がったことによって、ちょっと異例の場面というのが、その所信表明の演説の場所であったわけですよ。その場面、どういった場面だったのか、ちょっとお聞きください。我が国の領土、領海、領空は断固として守り抜く。強い決意を持って守り抜くことをお誓い申し上げます。現場では夜を徹して、そして今この瞬間も海上保安庁、警察、自衛隊の諸君が任務に当たっています。極度の緊張感に耐えながら強い責任感と誇りを持って任務を全うする、その彼らに対し今この場所からこれから敬意を表そうではありませんか。
先月天皇陛下が国民に向けてというわけで非常にざわざわしていると思うんですけれども、この場面要はその自衛隊員、海上保安庁、警察の職が任務に当たっていることをここからの経緯を表そうではありませんかみたいに安倍さんがちょっとその声をねトーンを上げて言ったところで、多くの自民党議員がバーッとこう立ち上がってですね、拍手する。いつも合いの手的にこう拍手したりとか、そうだっていうのがあったりするんですけれども、こうやって議員の方がバッとこう立ち上がって拍手して、それでちょっとスピーチが一時ちょっと中断するというか、少し止まるっていうのが、まあ異例の出来事でですね。で、議長のが、ご着席くださいっていうふうに注意をしたっていうような出来事があって。はい、で、この、まあ議会というか所信表明演説が終わった後、その野党各党首、例えば小沢さんとかは、北朝鮮か中国共産党大会みたいだったっていうふうに批判をしたりとか、それから日本維新の会の馬場幹事長が、異常な光景、自画自賛するためにのものだと。落ち着いて真摯に議論する状況でなくなってしまうっていうふうに批判したりというような場面もあったりしました。まあそうしたような場面が象徴するように、まあ今回、安倍さんいつもの演説の時はね、ちょっとその演技がかかってこう力強く、原稿を読み上げていたりもするんですけど、今回割と強い言葉を使いながら、こう周りを盛り上げていくような雰囲気の、まあスピーチということに神保さんなってましたね。そうですね。まあ、政治的に利用できるものは何でも利用しようというのの一環が、はい、まあオリンピックやパラリンピックであり、それから、まあ、実際にそのね、自衛隊員の方や、その海上保安庁の方や警察官、もちろんご苦労されてると思うんだけども、果たして本当にこういう形でね、その政治利用されるっていうことを、ご本人たちがどう思ってるかっていうような僕は疑問だったりもするのでね、この、まあ、小沢さんの例えがいいかどうか僕はわからないですよ。北朝鮮か中国共産党みたいな。まあ、そこでもよく、まあ、みんなで拍手してるシーンっていうのが出るでしょ。安倍さんがね、去年2015年の4月にアメリカの議会で演説をしたわけですよ。はい。で、アメリカの議会っていうのは、まあ、ある種、自然発生的に、こう、突然、あるところで拍手が、拍手が起こったり、スタンディングオベーションがあったり、あるいは、まあ、一部の議員はやるけど一部やらないとか、あるいは民主党はやるけど共和党やらないとかっていうことが、まあ、起こるんだけど、あれは、自然発生的に起きるんですよね。だから必ずしも全体にならなくて一部だけで終わったりする時もあるんだけど、この北朝鮮、中国、共産党みたいなっていうのはどうも、党派的にはっきり立つ人と立たない人が分かれてたと。だから、要するに動員ではないかっていう意味では、アメリカ議会的というよりも、北朝鮮か中国共産党みたいだって言った例えば僕は間違ってないと思うんだけど、なんか、議長のご着席くださいも含めて、どうもなんか、若干予定調和というかですね、はい、やらせ感が、もちろん、証明はできないですよ。その打ち合わせのシーンを僕は見たわけじゃないですからね。だけど、若干ちょっとそういう、演出としては、まあ、演出型だったし、ちょっとわざとらしい感じは僕はしました。うん、ただ、それをイコールね、そう言うとまた、まあ、怒られるから、いや自衛隊の方や、その皆さん苦労されてるのはその通りでね、本当にね。うん、でもそれはこういう形で表すものなのかどうかですよね。うん。他にも様々な政策とかがあって、例えば介護福祉士の人たちが頑張ってるんだとかね。うん、まあ、他にもいろんな、そのパラリンピアンとかを称えるとか、うん、農業者の方を称える場面とか、いろいろあったんですけど、うん、まあ、そういうところでは、こう、立って拍手っていうわけではないわけで、なぜこの、まあ、安全保障の問題のこの部分においてのみそういった力強い何かその支援をしているっていうような雰囲気になったのかっていうと、やっぱりそこで一つの緊張感の高まりというか、その時代状況の何か空気の変化というか、そうしたものをやっぱり少し感じ取るような象徴的なシーンだったとも言えそうですよね。あとまあ演出的に面白いって言ったら変なんだけどね、後で出るかもしれないけど、憲法改正とかについては、一応、触れてはいるんだけれども、はい、明確に今国会でどうとか言ってないんですよね。議論を進めるとか、議論を深めるみたいな言い方しかしないと。はいはい、だけども、まあ実際にこういう自衛隊員の方に対してみたいなことは演出として入れてくるっていうところがね、映像ではね、よくそういう手法っていうのがあるんですよ。つまり、実際のナレーションとか、セリフでは入ってないんだけど、はい、絵でそれを見せることによって、うんうん、事実上、どんな100の言葉、1000の言葉を言うよりも、実は強いメッセージを伝える手法っていうのは、でも、そうは言ってない。だから絵見ないと音だけ聞いてると、なんでそんなに強いインパクトを与えたのか分かんないような。でも、絵の方が明らかに、まあ、情報量とかインパクトがあったりするでしょ？そういう手法は結構、はい、まあ、映画なんかでもあるんだけれどもね。若干、そういう手法を使ってるなという感じはしました。だから、下手なことを、ただ言うよりもね、言えばまあ反発も食らうと。でもそれをこういう形で
こう潜り込ませるっていうとちょっと言い方悪いんだけれども、こういう形でそのメッセージを伝えることによってね、受ける側がまあ反発しにくくなるっていうところはあると。あともう一つでも大事なのはね、はい、やっぱオリンピックの政治利用は僕は問題だと思う。なぜってね、うん、オリンピックって別に日本が主催するんじゃないんですよ。東京都が主催するんですよ。はいはい。で、僕はリオのその閉会式でなんでその日本国の総理が出てくるのか分かんなかったのは、あれ東京都の主催なんですね。うん、その都市が主催するわけ。はい。ね。だけど、なんか日本が主催するみたいな話になってるでしょ。うん。で、それはもともとオリンピックの精神から言って、そもそも反することなんですよね。まあ、前の東京オリンピックではね、その、うん、天皇が出てきたりとか、うん、あとまあ、ロンドンでもね、そのエリザベス女王がジェームズ・ボンドで出てきたりとか。どこもやろうとする。いろいろありますけれどもね。どこもやろうとする、うん。どこもやろうとするんだけど、もちろん、だからまあ政治利用をしようとするんだけども、それに対してもう少しメディアは批判的な眼差しを向けられてないとまずいと思います。うん、一緒になってなんかそれに乗っかってる感じがする。あともう一点、今のね、スタンディングオベーションの後にですよ、はい、まあじゃああえてカッコつきでやらせスタンディングオベーションと言っていきましょう。その後にね、すぐ直後に実は天皇陛下の話をしているの、はい、今ちょっとラジオこれ音切った方がわざとやったのかどうかわからないけど、その後にちょっと聞こえたと思うんだけど、その直後に陛下の話に行ってるんですね。でそこのやはりセリフは非常にまあ穏やかな、要するに議論を深めるとしか言ってないわけ。うん。保守転換をこの今国会で変えたいとかそういうこと一切言ってないわけね。はい、でこれはもちろん、その陛下のね、お気持ちがあってそれを言ったようにすると、まあその政治的な権力を行使したうぬになるっていうことの、ことを配慮してるってこともわかるんだけど、やっぱり、この構成、さっきのセリフをいつ入れるのか、その後に何を持ってくるのかっていうのは、全部誰かが作ったものなんですね、この原稿は。で、そこも、当然、もしそれに演出意図が何にもなかったとしたら、もうこれ、もう作った人はボンクラですよ、そんなの。当然考えているわけ、それは。ね。だから、そういうことをやはり気をつけて少し見ていただける必要があるかな。ただ、全部聞いてる人あんまりいないからさ。まあそうですね。うん。順番に全部聞いたら、この後にこれ持ってくるのって感じ僕はしたんだけども。はいはい。でもまあ、なかなか全部聞いて、しかもあれ、NHK の放送が途中で地震があって、はいはい、中断したんですよ、実は一回。うん、最初の10分くらいで安倍さんのその演説の。で、一回中断して地震のその特番になって、で、その後戻った時にしょうがないからもう一回最初から、初心を流したんですね、NHK は。はいはい、なので、全部聞こうと思うと最初の10分も2回聞かなきゃいけないから結構大変な労力がいるってこともあって、なかなか全部聞いてる人はいないかもしれない。ただ、その辺も、まあ、どういう意図を持って、もちろん安倍さんが全部書いたんじゃないと思うけど、それを用意した人、がどういうような演出意図を持ってたかっていうことは、いろんなところにちょっと見えますよね。うん、力が入っているところと、うん、まあ、そうじゃないところといろいろ見えてきますよね。うんうん、そうした中でですね、今日はちょっと注目の、演説のポイントから、はい、今国会どう読み解いていこうかということを考えていきたいと思うんですけど、はい、僕はまずちょっとね、最初に、はい、2つ、論点を当ててみたいなと思っております。はい、ちょっとね、その議論の、うん、引き出しにということで。私が注目したのはですね、この2つの論点なんですよ。ちょっとの2つの音声、続けてお聞きいただきたいと思います。2020年、そしてその先の未来に向かって、誰もがその能力を存分に発揮できる社会を作る、一億総活躍の未来を皆さんと共に切り開いてまいります。その大きな鍵は働き方改革です。働く人の立場に立った改革、意欲ある皆さんに多様なチャンスを生み出す労働制度の大胆な改革を進めます。子育て、介護など多様なライフスタイルと仕事とを両立させるためには、長時間労働の慣行を断ち切ることが必要です。同一労働同一賃金を実現します。不合理な待遇差を是正するため、新たなガイドラインを年内を目途に策定します。必要な法改正に向けて躊躇することなく準備を進めます。非正規という言葉を皆さん、この国から一掃しようではありませんか。有効求人倍率は47、すべての都道府県で1倍を超えています。史上初めてのことです。実質賃金もプラスに転じ、6ヶ月連続でアップ。雇用の拡大、賃金の上昇による経済の好循環が生まれています。
この流れをより確かなものにする。本年最低賃金を受注方式とあって過去最大の25円引き上げます。1000円を目指し社会全体の所得の底上げを図ります。というわけで、主に、野党の側からすごいヤジが飛んでいたのが、ラジオだとよくお伝わりになるかなっていう感じがするんですけどね。テレビだとそんなに気にならないんですけどね。そうだね。不思議なもんですね。いや、これも現場だともう、すごい、やっぱヤジが聞こえるから、演説が聞こえなくなるような感じもあって、ほら、よく委員会の時に喋ってる人が途中で辞めたりするじゃない、ヤジが広いって。でもテレビのマイクは指向性がすごく高いので、その、演説者の声以外あんま拾わないんですよ。だからなんで辞めんだろうくらい思うかもしれないけど、相当、近くにいるとうるさい。そうですね。で、ここのポイント結構そのヤジがその飛び交っていたポイントでもあってですね、ずっと飛び交ってるんですけど、あえて今回取り上げたのはですね、一つはその労働問題、そして一つはマクロ経済の問題なわけですね。で、まず労働問題の方からいくと、働き方改革ということで、例えば子育て介護などの多様なライフスタイルと仕事を両立させるであるとか、長時間労働の慣行を断ち切るっていうことを言っていたりとか、同一労働同一賃金を実現する、そして非正規という言葉をこの国から一掃するっていうことを言ってたわけですね。これ結構共産党なのっていうふうに思うぐらい、これまではどちらかというと野党の側が主張していた論点っていうものを言っている。だから、よく聞いたら、ヤジも、反対のヤジではなくて、口ばっかりじゃないかっていう、中身に反対するのではなくて、本当にそんなことをやるのかっていうような、そうした批判というものがあったわけです。ここが今回、国会のポイントで、おそらく目的の方向性自体はある程度賛成をするけれども、その手法じゃないとか、それじゃ生ぬるいとか、野党の側からすると、もう新しい何か別のものを代案を出すというよりは、もう先にこう言われてしまったので、それは中途半端です。それでは骨抜きですっていうような形で、野党がこう追求していくっていうパターンが結構続いていくような論戦になってくると思うんですね。だからそういったようなところだと一見するとちょっとその見応えがないような論戦に見えるかもしれないけれども、でもどんな法文になるかっていう細かな部分で実効性があるかないかというのは変わるような部分があるので、こうしたその野党のお株を奪うというその与党それから内閣のやり方に対して、その野党がしっかりと質問力でその法案というのが本当に実効性があるものになるのかどうかというのを追求できるかどうか、ここがまず論点の一つ目だというふうに思います、ね、そうですね、大事、そこは大事ですね。特にね、今荻上さんが言ったその規制緩和の部分で言うとね、規制緩和ができない場合っていうのは2つの場合があって、1つは、既得権益を持ってる人たちがそれをとにかく手放さない、しかも権益を持ってるから政治力があるから簡単にそれを切り込めない、切り崩せないっていうのが1つ。もう1つは、実はそれがあるおかげで安全性とか、あるいは、人間のもう本当に最低限の権利であるとか、そういう、重要なものが守られているから、本当はそれは、崩してはいけないものっていうのが二つあると。はい。で、そこはね、結構実は見極めが大事な部分なんですよ。で、結局、何ですか、その既得権益を持っている側っていうのは、それを、自分の権益だから取られたくないとは、公然とは言えないから、そんなことしたら、この人たちが困るじゃないかっていうことを指さすことによって、それはやって返しちゃいけないんだっていうふうに、議論を持っていこうとするっていうようなことは、往々にしてやると。つまり、そこの議論をしっかりと、その違いを見極めていないと、それにも簡単にやられちゃうし、逆に、権益、緩和する側はね、既得権益は政治的な資産なわけですよ、それを持ってることがね。だから、弱い人たちを切ることはするけど、強い人って、強いというか、権益は一応守ってあげるみたいなことをして、これだけ私たちは緩和したんだってことを逆に言ってくる可能性もあると。どっちにしてもろくなことにならないでしょ。で、それは、かなりメディアにも責任もあるんだけれども、その規制に、実は、色分けっていうとちょっと語弊があるんだけども、規制を全部一緒くたにしてしまうとそういうことになると。何か大事なものを守っている規制もあるし、一方で、明らかに、あるいは不当なね、その権益を守るための規制っていうのもあると。あるいは時代は必要だったんだけど、今はもうそれは、本当は必要としてないのに、それが権益化しているものっていうのもいっぱいあると。そこら辺を見ていかないと、例えば今の労働市場一つ取ってもね、明らかに両方あるわけですよ、そこは。そうですね。そこは本当に気をつけないといけないと思う。確か自民党も含めて、そんなに消極的ではなくなっていたと思うんですが、インターバル規制の話があったじゃないですか。一定以上の時間を働いてはいけませんと、しっかり休みましょうって話は、この働き方改革の部分では、入ってないなって。
っていうふうに今、神保さんの、話を聞いて、ね、改めて見返すと、あ、入れてないな、ここには。いや、ちょろちょろね、結構抜けてくるんですよ、うん、そうやって。そうですね。うん、で、弱い人たちはあんまり、なんて、反対できないから、うん、結局そっちに最後行っちゃう場合が多いっていうことね。はいはい。うん、だから、ちょっとインターバル規制は、抜け落ちちゃうのかなとか、うん、一方でじゃあホワイトカラーエグゼンプションの議論とか、うん、ああしたことについても今回触れてはいないわけですよね、うん、非正規を一掃しようって言っても本人がやりたがっていて、うん、その正規でいっぱいの時間働きたいって人の場合の方はまた別なのかとか、そうした余地がいろいろちょっとあるような部分があるので、うん、そうしたところをちゃんと野党がこれからこの演説を受けて突っ込めるかどうかっていうのが一つのポイントですね。そうですね。そうですね。で、それからもう一つ、マクロ経済なんですけれども、うん、まあ経済の好循環が生まれているという数字いくつか言ってたわけですよ。はい、で、前の国会ではその実質賃金が上がってないじゃないかっていうことが野党のまあ攻撃材料だったんだけど、はい、その攻撃材料だった実質賃金上がり始めているわけですね。うん、で、僕はこの番組ではその実質賃金っていうのはどうしても遅れてくる指標だから、うん、今上がってないじゃないかっていうことばかりに集中して批判をすると、いざ上がった時にその批判がまた外れだったじゃないかっていうふうにブーメランみたいに返ってくるから、うんうん、もうちょっと広い視点でのマクロ経済でパイを増やすと同時にちゃんと再分配しないとっていうことを早めに突っ込まないとダメですよって野党側に対して言ってたわけですけれども、はい、こうした数字になって、しかも成長と分配の好循環っていうことを政府が言うようになってくると、やっぱりその100点のいいことを言うけれども実行力があるかどうかわからない野党よりは、うん、まあ、そこそこのいいことを言ってちゃんとやってくれる与党の方がいいっていうようなことを評価につながって、実際この前の選挙もそういった結果になっていたりするわけですよね。だから経済政策、これもまたこれから議論になっていくと思うんですけど、いや実際は悪いんだ、こういった部分は手こ入れしなきゃいけないんだ、そういったような批判ももちろん必要だと思うんだけれども、はい、同時にこういった部分の政策については総理そのまま続けていただいて結構なので、こういった部分についての手こ入れについて、まあ、庶民がちょっと議論しましょうとかですね、そういう何かこうトーンを絞ったようなマクロ経済の議論をしないと、何から何までこう反対だというイメージがついてしまう面があったりするので、うん、そこの切り分けというのもこれまた野党にも問われてくるのかなという気がしますね。というわけで、私はちょっと、労働問題っていうところとね、はい、うん、マクロ経済、おそらく今国会では非常にヒートアップする論点なんじゃないかということで取り上げましたけれども、はい、神保さんも注目した論点あるんですよね。まあ、この国会は本当はね、TPP を本当は、まあ、やるっていうのが、主な眼目だったはずだったんですよ。はい、はずだったっていうのは、まあ、理由は後で言いますけども、日本は、まあ、その TPP も、条約自体はね、条約っていうか協定自体はもう、署名してるわけだからね。で、ここで、まあ、早期発行によってっていう、日本が利益を得るという立場だったんだけれども、なかなかそれが、どうも状況が変わっちゃったのかなっていうことが、今日の安倍さんの所信からも、まあ、伝わってくるようなところがありましたね。うん。うん、そういった部分を、ちょっと聞いてみましょうかね。はい、これからの成長の主役は、地方。なすは世界であります。3年連続で過去最高を更新してきた農林水産物の輸出は本年も昨年を上回るペースです。 TPP の早期発行を大きなチャンスとして1兆円目標の早期達成を目指します。その先には欧州との EPA の年内大筋合意を目指すなど、良いものが良いと評価される経済ルールを世界へ広げ、美味しくて安全な日本の農林水産物を世界に売り込みます。輸出基地、輸出対応型施設を全国に整備します。国際的に遜色ない生産性を目指し、経営規模の拡大も支援します。というわけで、まあ、TPP をチャンスとして日本の農業を海外にどんどん売り出していくんだ、そのバックアップをするんだって発言してましたね。うん、だから言ってることは、まあ、日本の農業が、まあ、輸出できるようにするためのいろいろなバックアップをしますということなんだけど、はい、TPP に関してはね、今言ったように TPP の早期発行を大きなチャンスとしてって言って、まあ、これをだからどう読むかですよ。もう早期発行はもうね、もう既定事実なんだと。もう早期発行するってことは今更言うまでもないから、つまりこの国会でもう当然やるんだっていう意味なのかね。まあ早期発行をっていうふうに、その、まあ中立的な言い方をしているので、TPP をぜひここで、この国会で、まあ批准、
させてっていう風な言い方になってないのはなぜかっていうところが僕はやっぱすごく気になりました。それは、まあ、皆さんご存知のようにアメリカがね、まあ、日本とアメリカがまあ TPP はまあほとんど GDP のほとんどを占めてるんだけれども、アメリカが今、まあ、議会は もちろん反対意見が強くて、しかも二人の大統領候補、ヒラリー・クリントンさんと、まあ、トランプ、ドナルド・トランプさんですね。二人とも TPP には反対をしている。はい、で、この間、わざわざワシントン、まあ、国連でアメリカに行った時に、まあ、ヒラリーさんとね、安倍さん会って、この TPP の話わざわざして、まあ、わざわざその反対だっていうふうにヒラリーさんは言ってるわけです。まあ、言い方がちょっと条件付きの言い方なんだけどね、アメリカの、まあ、雇用を奪うような、協定には反対だって言い方なんで、まあ、TPP に反対というふうに言ったかどうかが、それがちょっと、定かではないんだけれども、はい、だから、いずれにしても、まあ、反対だってことは言ってるんですね。アメリカがもう、両大統領反対だったら、これもう、発行の見込みが全くないわけですよ。で、日本だけ先になんかこう、無理に通すとね、結局は、まあ、TPP っていうのは、まあ、安倍さんこうやって、その、いいもののように言ってるけれど、自民党としては、いろんな意味で、まあ、支持基盤っていうことから考えてもね、諸刃の剣であると。で、TPP について、まあ、自民党が、まあ、裏切られた感というのがあったために、この間の参議院選挙でも、東北、特に農業地帯では、まあ、これは野党連携があったってこともあるんだけど、まあ、本当に、ことごとく一人区で負けたでしょ。だから、やっぱり、安倍さんとしては、通る見込みがない、いや、まあ、アメリカが乗ってこなくて、その成立する見込みがないものを無理に日本だけ先に批准して政治的な資産を使いたくないっていう思いは当然あるはずなんですね、はいはい、普通読み方としてはそう読めば、まあ、これはちょっと今回別に無理しないっていう意味で、まあ、なるべく早くっていうようなことは精神論として言っておくけど、あんまり無理はしないという意思表示があったのかな。これはもうちょっと後で確認が必要になりますけど、ここから読み取れるのはそういう心理ですよね。うん。具体的な中身については、まあ、これから TPP についても、おそらく議論されていくだろうということになるでしょうから、うん、まあ、今回の議論、特にね、その新しくなった民進党蓮舫さんとどういったやり取りをするのかというのもね、そうですね。ここでも TPP おそらく出てくるでしょうからね。出るでしょうからね。うん。そのあたりもですね、今国会では見ていきたいと思います。では、一旦お知らせを挟みまして、専門家の方々、様々な専門家の方々にですね、はい、この演説どういうふうに聞いたのか伺っていきたいと思います。